一番大好きな食い物なり。フジリンゴ。せーの、はいどうもファスキューでーす。はい、ということでね、始まりました、はい、始まりましたね、始まりましたね、始まりましたハッピーボーでございます。 HB わしゃ、エイテンスカーじゃあハッピーバーイおとこ行くね ね、いつも僕らねギター使ったり、まあ、前回人参をマイクに変えてみたとかそんなのやったんですけど、またこれまた新しいね企画をね今回やろうかなと思うんですけど、今回使うね商品をね紹介してもらっていいですか今日は誰が行く？ブイマン行く？ブイマン行ったらや、今日ドラマやろ。今日ドラマ、ほんじゃあブイマンが行く。ブイマン行こう。せーのはい、ってことでね今回使う素材ですね、はい、ちょっと見せていこうかね、見せてくれ。はい、ドン。今回は新企画ということで、この鍋でドラムセットを作っちゃおうと。なるほどねってことでね、この鍋でドラムセットを作っていくんですけど、この鍋ってこれ何でできてると思います？これ鍋ってね、そうなんですよ、これ鉄でできているんですよね。金属って英語にするとどういうことかわかります？皆さん金属ってね、あの英語にするとメタルって言うんですよ。メタルの鍋をドラムセットにするってどういうことかわかります？ちょっと言っちゃっていい？言っちゃっていいよ。今回俺が言っちゃっていい？言っちゃっていいよ。メタルが。だから今回ね、今説明した通り、今回この鍋を使ってね、ドラムを作るんですよ。うん、ドラムって言ってもいっぱいあるやん。なんかものが。今回何を作るん？シンバル？スネアタムですね。スネアタム。バスドラ。バスドラか。と左足で踏むハイハット。ハイハットか。うん。ってことは完全にドラムセットやろそれ。完全にドラムセット作るのか。鍋で完全なドラムセット作ってる YouTuber 見たことある？見たことないよ。ってことは再生回数は1000万。ということでタイトルコール行きましょうかね。行こうか。あ、じゃあタイトルコール行きましょう。はい。鍋でドラムセット。ご飯ですよ。あ、じゃあ今日ご飯ですよってことはファスキュークッキングも兼ねてるな俺。おい、これ完全にファスキュークッキングやん。お前こんなにファスキュークッキングやん。せーの、ファスキュークッキング。はい、はい、さあ行くぞ。はい、ってことでね、思想室にやってきたんですけど、ここで鍋ドラムを作ろうかと。そうやな。ということで、何を作っていこうかと。バスやろ。そうやな、バスやな。うん。ということは、どれ、これか。それや、一番大きい鍋。これが、こんな感じになるよね。あ、そう、そういうこと。そういうことやな。で、それを作るにあたって、高さがいるわけやな。そう。だからここに当たる高さが必要。これぐらいの高さにしながら。そういうこと。これどうやって高さ作るの？もらってきたんです、ホームセンターからこの木を、ね、これを切って切って切って段にして、ここでこう高さを増すっていう。あ、こういうことか。3段ぐらいかな。そうそう。え、4枚重ね？何枚重ね？あー、無理がある。1、2、3、4、4枚重ね。あ、4枚重ね。4枚重ねじゃないとダメさ。今ね、この木を4枚重ねに切ったので、これを釘で合わせていこうかな。釘曲がったんでめり込ましました。
バスドラの土台がね完成しました。ナイス。ということで鍋のここに穴開けてそこに釘刺してトンカチとか。そうやな。まあそのままトンカチ売ったことも入る気がするけどね。入るやろ。えでもこのままトンカチ売ったらさ火花散ると思うよ。嘘。火花散るこれ。うん。あ、そっか。だってこれ鉄やろ。そうやな。でこっちも鉄やろ。そうやな。これちょっと火花散るかもしれへんねんけどさ。ってことは火花散るなこれ。火花。火花。こうっていいよこれ。あ、初めにじゃあ土台につけようか。ね、この4枚重ねの土台を地面につけようか。そうやな、釘で地面に打ち込みます。それをすることによってバスドラムが動かないと。そうやな。これでいいよ。これでいいと思う。はい、ってことでね、カッチカチズン。カッチカチズン。カッチカチズン。そこに打っていくやろ。おう、穴開ける。穴開けた方が早いと思うけどな。だから細いドリルで。そう、細いドリルで穴開けたらいい。こんなんさ、鍋にドリル入れるやろ。入れるな。金属対金属でこれ。火花散るじゃんけ。はい、火花散る。火花。火花。完璧ズン。ちょっと叩いてみて。おいしいね。次どこから仕上げましょうね。トランペット組むとき次何組む？僕はスネアから組みます。じゃあスネア行こう。スネア組みます。ね、今回のスネアはね、とびっきり簡単なんですよ。鍋。はい鍋。はい。よし完成。完璧やん。完璧やん。完璧やな。次何作るの？フロアタムから作るかな、僕は。じゃあフロアタム作ろっか。うん。飛び切り簡単じゃん、これ。飛び…いや、わからん。さすがにでもフロアタムって結構でかいからな。わからんで。完成。1時間かからんな、これ。うん。で、次シンバル、うん、シンバル。これじゃん、シンバル。え、待って。これ、あ、そうか、サイズ違うもんや。そう。しっかりしてんな。そう。これ18オンス？オンス。これ15オメガ。これは12円。やばいな。やばいね、見た目。え、アンティークギアゴーレムやん。せーの、完成。ちょっと一個ずつさ叩いてくれへん。叩いていく。じゃあ物の名前言ってから。これハイハットね。これハイハットね。うん。どんなに安いハイハットでも、うん、こんなみたいな音ならへん。まあそれは置いてこい。次後これクラッシュですね。クラッシュ。でもちょっと高政くんが付け方間違えてたんで、これやとチャイナになっちゃなってしまうんですよ。あ、俺が付け方間違えました。うん、謝っといて。はい、これでクラッシュシンバルになりました。できたってことね。一回叩いてみようか。うん。もうちょい緩めよ。もうちょいな、ちょっと硬すぎたな。はい、いいよ。次行こう。次行こう。うん、そうやな。切れないから。うん、切れない。これがライドシンバル。ライドシンバル。はい。あ、おおる。おる。ちょっと待って。ここと何個？ライドや。これはライド。ね、これ。これが普通の鍋の付け方の逆の付け方して、うん、チャイナシンバル。あ、メタルのドラマが愛用してる、はい、あのそうチャイナシンバル。この足で一回。あ？時を超えて。次行こう。大丈夫大丈夫。こんなのは見えてたビルラインや。そうやな。よし、じゃあ完全のスネア。スネアね、スネア。時を超えて。これがほんでフロータム。フロータムね、同じだから。一緒。じゃあもう一緒やわ。違うかもね。はい、一緒。時を超えて。はい、そしてこれがメタルやね。ボコボコやな。ボコボコや。ボコボコやわ。どうした？ちょ全体で聞いてみたいな。聞いてみたい。うん。高校若い文化
曲がった。待って、スネアがそやな、まあそりゃそうやわ、当たり前よ、そんなために作ってないもん。ちょっと待ってな、フィルとかもいけるかな。一回そのメタルのフィル叩いてくれへん。そうやな、いけるかな。なんかそういうドラムの音っていうのが受け入れられてきた。洗脳がすごい。じゃあちょっと V マン、これでさ叩いてみたしてくれへん。叩いてみた、まあ、そそうなる。一番の醍醐味やから、それが。そうやね、うん、はい、ってことでね、この鍋ドラムでね、はい、ちょっと叩いてみたの演奏をしてみたいと思うんですけど、はい、VTR 行っちゃっていいですか。行くか。行こうか。お願いします。